こういうの苦手なんだよね。あ なんか想像したのと随分違うな。ちょっと待ってよ、俺が北の海に勝てるわけないじゃん。え、勝利のチャンス。じゃあ東京、ダメだな。多分このふんどしじゃねえや。白鵬が2なの。ちょっとどういうあれなの。あ、回しの色は関係ないのか。最近の人全然知らない。若花だとか知ってるけど本当にさ、やる人いるのかな。何、そんな相撲ファンって多いの。デッキボーナス、モンゴル魂。え、何これ、 もしかしてみんなモンゴル人。まあね、相撲もね、国技と言いながらね、半分ぐらいモンゴル人なんでしょ。ん、これいる？このさ、なんかよくわからない。来た。なんだろう。あ、北東海。東海じゃなかったっけ。なんかいたな。
あ、違うか。あ、ちょっとちょっと、ああそうかどんなデータなんだこれ。ていうか最初のあれは何なんだろう。え、俺何もしないのに勝っちゃうの。あ、あ、よかった。あ、そういうことか。じゃんけんってことね。そうだよね。ちょっと待って、もう一回。チュートレイル終わった？弾けるのかな。あ、あ、弾けるな。あ、極道山ね、政治家になっちゃったよね。何してんのかな今。あ、いたいた、このハゲの人ね、いたね。あららら。ちょっといいや。あ、そう、すげえな。よしよし、ちょっともう一回試合というか本場所ってなんだ。あ、まだなのね。はいはいはい。じゃあ順序いこうか。知らないな。ちょっとここだよ、ね、ここでちょっと一回何でもいいよ。さて、よし、よし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 、こいつは投げが得意ってことなのかな、白鵬は。じゃあとりあえず、あ、おーおおお、なるほどね。うんそうか。うん。
なるほどね。そうだな、まあやらないよね普通にね。まあ特にね相撲が好きなわけではないからね。まあ世の中にどれだけ相撲が好きな人がいるのかわからないけど、これは成立するのかね。あ、ちょっと待って、限界突破とかあんのかな。力士育成、あ、限界突破あるよ。あと10回限界突破できます。あ、でもこれは、あ、なんかでも同キャラとかそういうんじゃないのかな。まあ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 やらないからいいんだけど。よし、もう分かったかな。要はじゃんけんだね最後はね。うん、というわけでね、ちょっとよくわからないアプリですけど、バンダイが何を考えてこれを出したのかわからないですけども、終わりにします。はい。